Hi everyone, this is 今回は UFO の墜落事件です。場所はアメリカ・ミズーリ州ケープジラードという町です。その町の郊外になんと UFO が墜落し、宇宙人の遺体が発見されるという謎の事件が発生したんです。それは1941年、あのロズウェル UFO 事件が発生するよりも6年も前のことです。ウィリアム・ハフマンという牧師さんがいました。 彼は牧師として全米各地の教会を転々として一つの教会でお勤めを果たした後はまた次の教会に行くという暮らしをしていました彼には奥さんと子供もいて、まあ、奥さんと子供を連れて家族で転々とする生活をしていたわけですこの時彼はミズーリ州ケーブ・ジラードの教会に赴任してきたばかりでしたするとその教会に電話があったというのです そのケープジラード郊外に墜落したものに乗っていた人たちが亡くなって犠牲者が出ているとでその犠牲者に祈りを捧げてほしいと教会に連絡があったわけです早速その現場に向かいましたするとなんとアメリカ軍が来ていたそうですそしてそこで全員秘密を守ることを誓いなさいと誓いを立てることを まあお願いされたのでまあ、仕方なく軍に従ってまあ、秘密を守りますと誓ったわけですねそして3人の犠牲者がありましたなんと人間ではなかったそうです見てすぐ人間じゃないと思ったそうです小さなエイリアンの体宇宙人なんですね目は大きく口や耳がほとんどないそうです毛も生えてなくってツルツルしてたと であまりのことにびっくりしたんですが神のおぼし召しと思いきちんと祈りを捧げて、まあ、自宅に帰ってきたわけですねで彼はその時メインストリート1530パンチに住んでいたとでところがですね家に帰った時に牧師さんはこれはもう家族に内緒にはしておけないということで奥さんと子供たちに話して聞かせたんですこの時牧師は「このことは誰にも話してはいけない」と家族にも言ったので 奥さんんや子供たちはこのこのとを話してないんですね、誰にもでもこっそり家族の中で話し合っていたするとなんと時を経てその牧師さんウィリアム・ハフマンの孫娘シャーロットが手紙を書いたためにこのことが公になったわけですシャーロットの手紙にはおばあちゃんが話してくれたことが記されていましたつまりそのウィリアム・ハフマンの奥さんが孫のシャーロットに話してるんですね ある春の夜遅く、自宅から30分ぐらい車で行ったところに、その出来事があったと。で、牧師さんが現場に到着したとき、そこにはすでに警察、消防、FBI、さらにアメリカ軍、そしてカメラマンまで集まっていたそうです。このとき、牧師さんは夜の9時頃に電話があったということです。現場に到着した後ですね、彼が言うには、 金属色で継ぎ目がなく見たこともないような丸い物体が墜落しているとで一部ちょっと壊れていたので中を見ると人間のようなものが横たわっていると2体宇宙人がふた2人ですね UFO の中に倒れていて1体は外に転がっていたそうなんですねで中には象形文字のような見たことのない文字が刻まれていたそうですこれは一体何だろうと思ったんですね ところが「お祈りを捧げてください」と言われたのでもう人間ではないものへの初めてのお祈りということで、まあ、きちんとそのお祈りを捧げたんですけれども、まあ、この牧師さんの理解では3番目のものはこの衝撃で亡くなったわけではなくしばらく生きてたんではないかという感じだったと。でさらに墜落現場の周辺では火事があったんですけれども UFO とおぼしきそういった物体は全く 焼けていなかったそうです牧師さんが見た宇宙人は身長1 2 0ンチぐらい人間の子供ぐらいの身長で,両腕,がです、ね、腕が非常に長いと指は3本しか見えなかったそうですそれですごく柔らかそうな皮膚をしてるんだけれども銀色に光っていて、まあ、灰色なのでグレーかなと思うんですがそれが皮膚なのかグレー色のスーツを着てるのかはちょっとわからなかったそうです。 それでこれは国家安全保障に関わることだから誰にも言わないでほしいと軍から重々に言われたと言っていますところが家族の中ではこうして話をしているため孫、まあ、娘のシャーロットが手紙を書いて、まあ、このことが公になったわけですが、まあ、実はそのローズベルが UFO 墜落事件で一番有名だとしてもいくつも UFO って墜落してるんだなっていうのが当機、まあの感覚でですね 掘掘ればるるほど出てくるってくっいうのがですねやっぱり人間どうしても最後は誰かに話をしてから旅立ちたいというところがあって少しずつこういろんな知り合いとかに話してるお話がこうやけに出てくるわけですね。いや不思議だなと思うんですけれどもじゃあなぜ UFO が墜落するのか。まあ陶器の勝手な考えではではすね 彼らはもちろん私たちよりもすごく進んだテクノロジーを手にしてると思うんですね地球にやってくるわけですからつまりもし他の次元の生き物だとしても他の次元からこちらに来てるってことはそれだけそういった移動ができるというすごい技術を持ってるんだろうなと思いますがただそれとは別にですね脆い部分もあるのかなって。 まだまだ宇宙人自体も進化の途中かもしれないと思うわけですね。あるいは移動だけに特化してその技術だけがはるかに進化してるけれども移動はできてもまだまだ防御の面では脆い部分があるのかなとちょっと思ったりしますね。あるいは彼ら宇宙人の環境と我々地球の環境があまりにも違いするため違うためにちょっとしたことでバランスを崩すのかな。 あるいはですね宇宙人は生き物ではなく半分生き物半分 AI のようなものでつまり彼らは探索しに来てはいるんだけれども別に生き物ではないからさっと動かなくなり亡くなったように見える。 だけなのかなと思ったりですね、まあ、いろいろ考えてしまいます今回の ufo 墜落事件はまあ、こういった牧師さんが家族に話していたことが時を経って孫娘が公にしたということで 私たちが知ることとなったんですけれども、まあ、皆様は今回の話どう思いましたでしょうか、まあ、今回はアメリカミズーリ州ケープジラードで起きた UFO 墜落事件を取り上げてみましたもしよろしければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではおやすみなさい